こんにちは。アマゾスサポーター、堀秀夫です。今日は価格競争、カート取得競争の目安、ねえー。つい価格競争と言ってしまい,しま,いましたけど、えー、カート取得。まあ、今、この商品でカート取れるかどうかといった点ではね、値段を下げて取るしかないです。ね、ライバルのいくら下で取れるか、同じ値段で取れるのか、ライバルよりも高く取れるのか、まあ、その3つぐらいしかないんですけど、初めの頃はね、 え、弱いアカウントなんでそれはしょうがないとしても、もう半年以上取り組んで、それでもね、安い価格でしかカートが取れないとなってきた場合はね、戦略を間違えてるということが言えます。で、カート競争で勝つための3つのポイント。1、ライバルよりも売ると。同じ商品、ライバルよりもたくさん売った方がカート取得は有利になります。もちろんね、 返品があったりなんだりって言ったんじゃしょうがないんですけど、問題ない取引を多くすればカートは取りやすくなります。そして FBA 適正在庫を守る。ここね、えー、あまりやってないというかね、重要視してない会員さんが多いのかなという気がします。売り切れを起こさない、ね。それから長期在庫を持たないと。この二つ非常に重要でね、この、この点を気をつけてやってればね、カート各競争で まあ一年以上やっててね、同じ値段で負けると、負けっぱなしということはまずなくなります。むしろね、相手より高く取れて当たり前という状態になります。そして三つ目、悪い評価は削除する。これ、評価の削除サポートはね、かなり徹底してやってますね。ねなかなか消えないと。まあ諦めたところでね、でもここまでやってみましょうというのでね、消えたりしますんで、まあ悪い評価も消さなきゃいけないと。ね、えー、あまり サポートには連絡しない方がいいんですけど、悪い評価を消すのはこれ別です。消さないとね、売れにくくなるんで、徹底的に消すような連絡。もういよいよダメだなと。ね、もう映つてなしという場合はしょうがないんですけど、そうでない限りはもうね、徹底的に悪い評価は削除してます。 この3つ守ってればね、カート取得競争で勝ちになりますんで、え具体的にね、えー、まあ、ライバルより売るというのは分かりやすいと思うんですけど、この適正在庫を守るとかね、悪い評価、そういえば消えてないのありましたという場合はね、えー、消した方がいいですし、適正在庫は守った方がいいんでね、ま、え、め、ー、に、気軽にご相談、ご報告ください。今年は、えー、プライムで、あるいは年末でね、売り上げを数倍にして、利益を数倍にすると。 独立、本業にしたいというのを目指してな方はね、本業できるように、まあ時期はいい時に来てますんで、えー、稼いでいきましょう。また連絡お待ちしてます。アマゾシサポーター、堀秀夫でした。